もしもし。あ、はい、おはようございます。今から配車お願いしたいんですが。はい、ですね、ちょっと難しいですけど、今ネットカフェで休んでるところで、はい、快活クラブの伊勢店ってありますよね。はい、そちらにおりまして、はい、で、これから、はい、もしあれだったらば、15分後ぐらいだと都合がいいなと思うんですが、よろしいですか？あ、なるほど。今すぐだと何分後ぐらいね？10分ですね。わかりました。お願いします。ちょっとね、ミスったんですよね、判断。これね、タクシーを呼んだんです。これはこんな真っ暗なところで、山越えみたいな感じの道をずっと来ることになるから、ちょっとやだなと思ってですね、しかも寝る時間も短くなっちゃうし、まあ昨日お金いっぱいもらえたから、じゃあそれで、そうなんですよ、美容師の白石さんからですね、4860円いただき、またさらに、なんか通勤で歩いてたらいきなり1100円をですね、おじさん集団にもらってしまって、お金増えたから、よし、じゃあタクシーで1500円ぐらいかなと思ったら、意外と私が思ってたより距離がありましてね、2350円朝からかかってしまった。これはちょっと想定外だと。これだったら頑張って歩いた方が良かったかもしれませんが、まあともかく、本日の予定をまずはお伝えします。本日は非常に長距離の行程になっています。これは紀伊半島の、紀伊勝浦駅周辺に1泊3000円で泊まれる安い宿があるのですが、まあ、そこはもう今日3連休でいっぱいになってしまっておりまして、沖縄での行程の遅れから、もうそれを宿泊確保するということもできず、さらにその先和歌山あたりまで、ネットカフェ等も存在しないので、1日で紀伊半島を回らなければいけないからです。まずこの伊豆津川から近鉄線、それから山空線で北上、滝、それより紀勢本線に乗り換えまして、南下、尾鷲、新宮を通り紀伊勝浦、さらに JR 西日本線に入って、その先はすさみとか太地とか、多分その辺りを抜けてですね、和歌山県の和歌山市、さらに JR 阪和線などを乗り継ぎ、今日の目的地は大阪となっております。いやでもタクシー代はかかっちゃいましたけどね、道がもう街灯とか存在しないんで、国道ですよこれ。なんかもうこれ良かったわ、タクシーに乗っといて。ようやく今日が出てきました。でもタクシーに乗らなければ3時半ぐらいには出発しなきゃいけなかったんで、それはちょっとやだからな。で、今日は昨日追い越した台風17号がまた紀伊半島周辺にも接近する予定で、まあ、どちらかといえば日本海側に抜けるんですけれども、これから先雨も強くなるはずです。海の景色の綺麗な紀伊半島、しかし残念ながらそれは期待できません。そのため今回紀伊半島では、美味しい食べ物、結構ね、そういうのがいっぱいあるところですから、それをご紹介することに徹することにしました。伊勢神宮の名物赤福ですが、ここが本店でして、今時刻は5時半、もうすでに営業しています。朝の5時からの営業です。ここなんか3時半とかから営業してる店がやたら多いんですよね。いつもめちゃくちゃ混んでいる赤福本店ですが、今日はね、もうこの時間であれば随分空いていました。いつも赤福本店はめちゃくちゃ混んでる印象ですけど、今日はもう食べ始めた時は私一人の貸し切りでした。値段も安く210円。あそこで売っている赤福のみ、工場で作っているのではなく、あの場で製造したものをすぐ出してくれるんだそうです。この旅でもいろんなところで猫を見ましたけど、この猫はなんか随分絵になりますね。面白い顔をしています。まずいまずい、伊勢神宮内宮は見物していこうと思っていたんですけども、ちょっとこのままではよくありません。というのはね、私時間を勘違いしておりまして、6時30分には、伊勢市駅から JR に乗らないといけないらしいんですね。いやうっかりしたと、私6時45分ぐらいにここから歩いてちょっとのところね、駅で行きゃいいんだろうなと。全然違った。ちょっとね、結局伊勢市駅まで、
3キロぐらい走らなきゃいけなくなっちゃったんで、それはね、ちょっとしたくないと。だったら近くの伊豆塚田駅まで 2.5 キロ走った方がまだマシなんで、走って戻ってきました。間に合うぞ。なんでこの毎日走ってばっかりなんだろうな。乗り換えをするならば次の伊勢市駅まで乗らないといけませんが、一つ手前の宇治山田駅で降りました。乗り換えの時間はわずかですが大丈夫です。宇治山田駅はこの辺りの一大鉄道会社近鉄線の伊勢参拝のターミナル駅として使われています。すぐお隣に伊勢市駅もあるのですが、こちらの方が設備が充実しています。開業は1931年、大変威厳ある駅舎でしたが、ただいまは工事中。残念だ。天皇陛下が伊勢市を観光といいますか、行幸される時にはこの宇治山田駅の方を使うそうです。宇治山田駅と伊勢市駅は歩いても大変近く、すぐの距離にあります。もともと多分近鉄が国鉄の駅の敷地の脇にこう曲がりするような形で入ってきたので、それでおそらくこの伊勢市駅の設備を充実させることができなかったから、あのような立派なターミナル駅をもう一つ割とすぐのところに作ったんじゃないのかなと思うんですけれど、観光の便利はこの伊勢市駅の方がいいですが、まあどちらも同じようなもんでしょうが、距離が近いですからね。もう朝一からずっと走り回りましたね。クタクタになりましたが、ともかく目的の列車には乗ることができました。確かにこうやって見るとね、 JR の広大な敷地に対して近鉄は割と簡素な感じですが、乗客の方は圧倒的に近鉄が多いのです。いいな、朝の普通列車誰も乗ってないっていうのがいい。さっき乗った近鉄線も朝練の野球部の人たちだけが乗っていました。日曜日3連休もお休み返上です。かわいそうなことだ。まあ好きでやってんだからいいんでしょうけどね。列車は滝駅に着きました。この滝駅から一気にぐるり紀伊半島和歌山まで進む紀勢本線に乗ります。次の目的地は紀伊勝浦駅で、そこまでは相当の時間がかかります。うわーうわー、このねデイリー山崎、朝の7時からやってるって言うんで、ここで朝ごはんを買おうと思ってたんですけど、やってないわ。こうなると今日のお昼過ぎに到着する予定の紀伊勝浦まで食事をすることができません。まあ飲まず食わずではない、あの飲み物あるんでね、だからまあいいけど、まあ着いたら美味しいものをたらふく食べることにしましょう。朝ごはん代の節約です。パン1個ぐらい食べたかったな。紀勢本線の中で伊勢から紀州に至るまでのこの移動は大変な山越えです。本当に深いところ。この区間が開業したのは1970年代になってからと、かなり古いものです。実際に乗っていても周りにほとんど何もありません。日本は確かに田舎ばっかりですが、その中でもこれほど山の中ばっかりをひたすら走り続けるところはそうはないはずです。滝駅から列車に�乗りまして1時間半、その長い間基本的に上り坂をずっと進んでいましたが、先ほどの梅ヶ谷駅から列車は下り坂に入りました。山越え、それがようやく下りに差し掛かったわけです。そしてこの山の下にこれから列車が向かう紀伊長島駅が、あ、見えるかな。見えたね。あそこに今ね、下に見えました、あの湾のところまで列車は山をぐるりと迂回しながら下っていきます。次の停車駅がさっき見えたあの海のところ。結構長いですよ。だからこれほど険しい山道だから開通するのが遅かったのもうなずけます。そしてこれからいよいよ紀伊半島らしい旅にあります。尾鷲が近づくと急に雨が強まりました。天気予報でも昨日中部空港からの船の中で尾鷲の降水確率は 70% だと言っていました。この尾鷲は日本で一番雨の降る町です。特にこの辺りは強いようです。ネットで尾鷲市民のなんか意見みたいなのを見ると、尾鷲はただ雨の回数が多いだけではなくて、量自体もだいたいバシャ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 と降る傾向にあるということです。特に本日は折からの台風、絶対雨が降っているだろうと思いましたが、期待通りこのように外が見づらくなるほど雨が横向きに降っています。この駅にもし列車が少し止まるのであれば雨を浴びてみたいんですけどね。
でも反対側の列車待ち合わせはなさそうだな。面白いことに尾鷲駅を過ぎると雨も止みました。そして今海岸のギリギリのところを走っています。和歌山県新宮に着きました。この駅に着く前に見えた立派な神社のようなものは、あれは実は神社ではなく天理教の教会です。これから先乗り換えるのは JR 西日本、引き続き紀勢本線の特急列車黒潮号新大阪行き。今乗っている紀勢本線の普通列車は本数が大変少ないので、途中途中特急列車を少しだけ挟むことによって途中で降りる機会を増やすことができます。そうじゃないとね、乗った後次が3時間後とかでは、今日この後紀勢本線沿線和歌山県1カ所しか立ち寄ることができません。これで次の停車駅紀伊勝浦まで650円の特急料金を支払います。ただによく考えたら今日朝タクシーに乗って2300円も使ったでしょ。あれね、タクシーあそこで使うんじゃなくてあそこに2000円も使うんだったら、まあ結果論なんですけど、だったら紀勢線の特急にもうちょっと乗る方に使った方が効果が大きかったんじゃないのかなという気は正直しています。あれ、自由席は何号車かな。前の方が自由席かなと思ったらグリーン車のすぐお隣が自由席みたいですね。ほとんど乗ってない、全くのゼロなのかどうか分かりませんが、この先から乗ってくるんでしょう。おはようございます。おはようございます。ラスト急クロシア20号新大阪駅です。まもなく発車いたします。1番からご覧です。いや、久々に特急に乗った、快適だ。前に乗ったのはいつかな。そうだそうだ、 JR 四国でいっぱい乗りましたね。宇和海とかそういうやつです。今日は波は高い様子です。波の高さ、気象庁の予報では4メートルから5メートルとなっていました。まあ、それにしてはまだ落ち着いているような気もしますが、それは列車の中からお気楽に眺めているからでしょうか。いつもはここ確かにこんな風な眺めではないですからね。今日の夕方にかけてもっと激しい波となることでしょう。おじさんが立っててびっくりしましたけど、ともかく、いい眺めだ。今日の予算なんですけれども、昨日出したあのうどんのやつがうまくいきまして、8200円となっています。それから、まあ、一応昨日確か言ってなかったと思うんですけど、あの7300円の予算でやっていましたが、道後温泉はこれだけ再生してもらいました。この私の乗っている新型特急は座席の一番後ろだけコンセントがついているので、パソコンを充電させてもらいました。外国人観光客が続々と乗り込みます。勝浦町、紀伊勝浦はマグロの水揚げ日本一の町であり、また世界遺産、那智大社、那智の大滝などがすぐ近くにある町です。ですから駅もこんな感じ、ささやかな飾り付けがなされています。お前、紀伊勝浦に来て何回同じことやってんだよってね、いつも見てる視聴者の方にはもう散々言われそうですけれども、紀伊勝浦にはね、本当に美味しいあのマグロの店がありまして、もう私もそこでね、あのカメラ回ってないところで裏でこっそりマグロ大量に食っちゃおうかなみたいに思うぐらいに、行きたいマグロ屋さんです。まあ、マグロだけ売ってるわけじゃないですが、駅から近いですけどね、2代目というお店ですが、まあ、これがその定食ですけれど、マグロ丼1100円、マグロ定食1200円、2代目定食はミニマグロ丼とマグロのお造りとめはり寿司がついてお得メニュー1500円。
確かクジラも出たんじゃなかったかな。赤福を食べただけでまだお腹は減っています。開店まであと8分。お店の前でもう待つことにします。食べてきました。あの紀伊勝浦駅の周りはね、こんな風にあんまり人もいなくてですね、あの静かな感じなんですが、11時になって私が一番乗りではありましたけども、すぐにどんどんお客さんがなだれ込んできて、あっという間に満席になりましたね。びっくり。いや、いつもそんなに混むとは思わなかったけど、開店からもうすぐですね。で、私が頼んだのはあのセットメニューでして1500円、もう昨日ね、通で1100円もいただいちゃったんで、それじゃあ使って豪勢にやろうと思ってですね、右下にあるのがめはり寿司。これは高菜の葉っぱで包んだおにぎりのような食べ物で、和歌山県特に南部の名物。食べるとき大きく目を見開いて食べる、目を見張るのでめはり寿司だそうです。それから、まあ、このマグロですけれども、これもですね、なんていうのかな、滑らかなって感じですね。本当につるっとしたなんかゼリー食べてるみたいな、いやゼリーよりもしっかりしてますけどね、そういう感じでね、本当に美味しい。でそれから付け合わせの串カツが、ね、またこれが最高でしたけどね、あの料理が多分そもそもとてもうまいところなんだろうなと思います。それからあのわさびがついてくるんですが、あのわさびが偽物じゃなくてちゃんとしたわさびでね、あこれも美味しいものどうなんだか分かってるんだなという感じです。あとはね、マグロっていうともうとかく中トロとか大トロとか言いますけども、私はどっちかっていうとトロ系よりも赤身の方が好きなんですが、それをねちゃんとこう美味しく出してくれる。あんまり勝浦でもあるんでしょうけど、トロっていうのは見ませんね。いやー、いいものを本当に食べさせてもらってます、毎度。ちなみにこちらさっき通った商店街の入り口ですが、黒飴のナチクロは名物です。黒飴なめなめ、黒飴なめぬるぬるすんな。温度はそれほど高くなく、逆に長く入っていることができます。暇つぶしになります。アルカリ性で肌はツルツル。これが駅の目の前にあるから便利です。名古屋からの朝一の特急南紀号が来ました。でもあの列車は朝一番ですが、それでもね、この駅に着くのが12時過ぎですから、相当時間がかかることがわかります。たまに床下からグオーっていう音がしているんですが、今も一応していたの聞こえたかもしれませんけれど、雨が降っているので線路がツルツルになって滑ってしまうので、そうするとモーターがものすごい勢いで空回りして、とんでもない音を立てます。自然に優しい緑で包まれた線路、紀勢本線の大治駅に到着しました。前にも一度ご紹介したことがありますけどね、イルカがたくさん駅の待合所に描かれています。この大治町はイルカの町。しかし雨が急にものすごく強くなってきました。降りなければよかったな。この雨が強くなるのがあと30秒、いや1分かな、1分遅ければ違う判断をしたでしょうね。まあ、しかし台風接近中とはいえ、まだ曇り予報の時間です。待っていたらほらちょっと雨が落ち着きましたけど、もうちょっと待ってみよう。少し待てば止むかもしれませんからね。待ってたら雨が止みましたんで出発。ちょっとピーちゃんに似てますけどね。この太地町ではイルカの追い込み漁というものが行われておりまして、そのことについては以前もご紹介しました。で今回はその追い込み漁をやっているところまで見に行くわけではありません。この先の入り江でイルカの追い込み漁が行われています。入り江の入り口のところは遊歩道になっていましたが、現在はかなり厳重な柵が設けられていて、入ることができないようになっています。立ち入り禁止と書いてあります。この辺りの湾の形が非常に複雑だったので成立した漁法ですけれども、イルカ追い込み漁というのは音に敏感なイルカ、それを音で追い立てて湾の中に追い込み、そして網で仕切りをしてしまって出られないようにして、最終的にはすぐ近くにいるイルカにぐさぐさと森を差し込むというものです。その湾の色は血で赤く染まるそうです。 YouTube に無断で撮影された、まあ最も無断で撮影すること自体はね、普通に見えるところから、そこの景色を映すことは問題はないはずですけれども、撮影をされたイルカ追い込み漁の映像がイルカ追い込み漁反対派の外国人によってアップロードされています。
諸外国にはあまりイルカを食べるという文化がないため、この可愛いイタイケな頭のいいイルカをそんな風に殺して食べるなんて、なんとひどいことをするんだと言って、外国からこの追い込み漁を妨害しに来る人が多数見られるのです。雨が降ってきました。また強くなってきた。避難しよう。目的地はここでした。道の駅大事。うわぁ。そしてイルカの追い込み漁がなされているという事実すらも許せないという外国人たちがたびたびこの大場を訪れ、漁師さんの妨害をしたり誹謗中傷をしたり、個人に対する嫌がらせをしたりということを繰り返しています。そのため大事町や和歌山県もこれらの一連のことに対してちゃんと声明を出しておりまして、これは単なる外国からの価値観の押し付けでしかなく、こちら側からは対応することはございませんといったようなことがホームページに書かれておりますので、ぜひ皆さんも興味があれば、特に私も過去にですね、それ関連の動画を投稿したこともありますので、検索の上見ていただきたいと思います。またね、まあ、ちょっと個人的に考えも言っておくと、例えば、ブロイラーってわかりますかね。鶏もとにかく餌をこうやりまくって太るためだけに作られた品種で、足はもう移動とかさせる必要もないから、足の方までは品種改良されてなくて、ただ太って効率よく太らせるための品種なので、太ってくるともう足が潰れてしまってまともに歩けなくなって全員骨折状態とかね、卵を産ませるためだけに狭いスペースに押し込められて、もう餌をこう口から入れられて、ただただ卵を産ませられるだけの鳥とか、口から無理やり栄養を流し込まれて病気になった肥大した病的に肥大したフォアグラと呼ばれる肝臓を作らされて最後は殺されるアイガモとかね、工場に逆さづりにされて機械で処理をされていく、みんなまとめて箱にぶち込まれて殺されて、こうもう機械製造のように食肉に加工される豚とか、他にも例えばひよこをどんどんミキサーにかけてですね、こうぐら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 と回っているところに、ざーっともう子供を産まないオスのひよこを、どん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 流し込んでいくとか、私たちが食事をしているところではそのような残酷なことが頻繁に起こっているというのは周知の事実ですが、イルカをですね、こう森でもってぐさっと突き刺すということだけに対してかわいそうだというのは、これはあまりにも不公平であって、まあ、そういうふうに思うのは自由だし、それが嫌でイルカを食べないのももちろんその人の勝手ですが、それによってそういった仕事に従事している漁師さんとか、そういった漁自体を否定するというのは、今否定というかね、そういったものに対して妨害行為をするというのは、本当に質の低い頭の悪いことだなとつくづく思います。動物性のものを食べるというのは少なからず残酷なシーンがその裏には隠れているのであって、私たちはただそれから目を背けているだけにすぎません。イルカ追い込み漁の映像なども見てみると、確かに見るとこれは残酷だなと思いますが、しかし至るところで私が食べているものは残酷な工程を経ているわけです。だからね、別にイルカの追い込み漁なんてそんないくらでもどんどんやれっていうふうに私は思うんです。まあ、それで、ね、イルカがなんか取れなくなったりとかしたら問題ですけれども、日本で飼育されている、イルカも基本的にイルカ追い込み漁によって、捕まえられたものということになっています。で、今回は紀伊半島のグルメ特集ということで、そのイルカもしくはクジラ、この両種には実はあまり定義の違いはないそうで、ただ適当にイルカとかクジラとか呼んでるだけなんですけれども、それを食べようと思ってやってきました。もうね、そのイルカがかわいそうとか言って日本人の妨害なんか計らんでるような、そういう外国人は見とけよって感じですね。ちなみに私は別にこれがクジライルカを食べるのは初めてではありませんが、結構好きです。味の感想言ってませんでしたけども、美味しいですよ、美味しい。不思議な食感ですね。ただ何の肉なんだろう、まあ、それがつまりクジラの肉なんですが、今ではクジラの肉っていうのを食べる機会はもうほとんどない、まあ、もしくはイルカの肉でも同じですけどね、食べる機会はほとんどないですけども、元々はね、結構日本人はたくさん食べていたそうです。しかも割と最近まで、特に戦後すぐぐらいの時なんかは、牛とか豚とかね、鶏の肉まだまだそんなたくさんないですから、それ数が足りないと。だから動物性タンパク質は取らなければ、体がうまく回りません。じゃあどうやって動物性タンパク質取ったのか、実はね、当時の日本人が摂取してた、動物性タンパク質の総合計のうちの 60% ぐらいは、イルカ、クジラの肉だったそうです。喋れてなかったな、今まで喋ってたところ。また後で喋りましょう。到着したのはもともと地下鉄常磐線で使っていた103系電車です。おかげさまで近頃ではいろんな肉を手軽に食べることができるようになりましたんで、別にイルカを必ずしも食べなくてもいい、まあ、むしろ食べる機会はかなり減ってると思いますけど、でもね、たまには日本人が昔からお世話になってきていたイルカの肉、そういうものを食べることによって逆に
私はなんだかイルカやクジラをもっと大事にしようという気持ちが生まれたような気がするし、意図的にそういったものを味わうっていう経験もいいと思いますけどね。今の50代ぐらいの方であれば学校給食などでも出たという経験があるようです。いや、もうちょっと下まであるかな。紀勢本線の起点和歌山市、この間船で上陸したあそこまでまだまだ200キロもあります。さて、他にも和歌山県名物はこちらみかんです。これはね、温州みかんらしいんですが、ちょっとどう見てもまだ早そうで酸っぱそうで、ね、こんなの食べられんのと私も売っていて思ったんですが、まず安いですね、200円。そして断じて酸っぱくはありませんと書いてありました。決して酸っぱくはありませんだったが、ともかくそうなんだ。これがね、一番早いみかんだそうです。冬の味覚と知られるみかんですが、9月の頃からこのように出回ります。しかし定食を2つも平らげましたんで、ちょっとさすがにお腹がいっぱいです。少しこのまま待ってですね、もうしばらくしてから開けようと思います。なるほどね、外は緑色ですけど中は綺麗な普通のみかんのオレンジ色だ。この串本駅ではおりませんが、なんだっけな、なんかカツオ丼がなんかすごい美味しい有名なやつがあるんですよね。それも食べてみたかったですが、さっき体重で天気が良かったので、イルカの方を優先しました。またこの串本は本州の南端の町であります。まあ、これよりも九州とか沖縄とかこの旅ではもっと南の方にも行っていますが、ここもしょっちゅう台風の通り道となるところ、テレビの報道で、和歌山県の潮の岬という放送をよく聞かれるんじゃないかと思いますが、その潮の岬はこの串本市にあるのです。確かそうだったはず。列車は今白浜駅に着きます。この駅は白浜温泉日本三湖線の中の一つの最寄り駅で、かなりいいお湯が出ます。時間があれば寄ってみたかった。またパンダがたくさん積んでありましたが、アドベンチャーワールドというパンダを飼う施設もあるのです。まあ、パンダだけじゃないな、そこにいるのはお客さんがいっぱい乗ってくるからカメラしまわないとね。紀伊田辺という紀伊半島の南側の、まあ、割と重要な町を出て、幸いなことにこのようなボックスシートの車両が来ました。これここで走ってるとは、ね、知らなかったんですが、非常に快適、広島地区でも走っていました113系という車両です。この旅では糸崎から倉敷とか行くときに乗ったかな。ごぼう駅、ささがきにすると美味しいというのとはイントネーションが違う、これはごぼうと読みます。これから先一気にお客さんは減ります。びっくり。まあ、多分和歌山県内での移動が多いんでしょうね。まだまだあと1時間ぐらい和歌山まではかかります。紀勢本線は長いのです。台風なんですけども、まあ、随分と離れたところに行ったようでね、今日の夕方ぐらいから風とそれから波が強くなるみたいな予報でしたが、まあそうなのかもしれないけど、少なくとももう雨が降るような気配は特にありません。ここは広川ビーチ駅、ホームにはみかんがなっていてヤシの木も植わっています。前よりも随分綺麗になっている気がします。観光地として開発をされてきました。しかし駅の周りには全く海はありません。おお、みかん畑が綺麗で全部みかん。ここからね、2キロ半ぐらい歩かないとビーチはないんですよ。もっと他に海に近い駅はいっぱいあるのにね。いつか降りてみたいと思っている駅です。海南駅のあたりから海が見え出します。この辺の景色が綺麗だなと思っていると、その後ほどなくして和歌山、和歌山駅では2分の乗り換え、乗り換えアプリでは乗り換えられないと言っていましたが、実際にはだいたいこういう場合も2分あれば乗り換えられます。そこからは紀州寺快速、大阪へ行ってそのまま大阪環状線に直通をする列車です。山中谷という駅を過ぎると大阪府に入ります。大阪環状線に入って列車は新今宮駅に着きました。この駅で途中下車。この新今宮は新世界そして通天閣の最寄り駅で、実は和歌山からまた大阪の中村さんに出迎えていただいたんですが、夕飯は何を食べようかということになって、この新世界で串カツをまた食べる、まあ大体ねいつもそうするんですけれども、この辺には多数の串カツ屋があります。今回は食べ放題でもね、食べ放題だから頼むんですけど、誰が何の串カツを食べてるのかよくわかんないんですよね。これこういう状態でみんなのやつがね一食たに来ますんで、自分の頼んだのはどれだっけな、あこれそうだった、あ多分これあ頼んだやつじゃないですかねみたいな、毎回そういう風なパターンになりますが、まあ美味しければよしということで、注文と口に入れたものは大抵一致しません。いやでも実際にはね結構一致するんですけどね、美味しかった。どんどん頼みまして、本当はねもう
結構お昼ご飯僕2回も食べたんで、そんなたくさん食べないですよって言ったんですけど、まあそれでもね、食べ放題の方が注文が楽へということで、食べ放題で、そう、今回もね、ご馳走になってしまったんですけども、その後も結局のところ大量に食べ続け、なんだかんだ、もう完全に元はですね、通り尽くしてしまったわけです。関西空港もこの辺りからは近く、関空に行く特急列車、はるか号とすれ違いました。この列車は最近外国からのハローキティ人気にあやかって、すべてハローキティの装飾をしているようです。だから鉄道マニアからはね、普通の色のはるか号はもうなくなっちゃうのかなんて結構寂しい声も上がっているようです。ちなみに中村さんは本当に毎度毎度たくさんご馳走してくださいまして、私としてもですね、どうかちょっとこうお金をお支払いしたいというふうに思うんですが、いつも本当に、もらってもくれないですしね、逆にこっちが申し訳なくなるぐらいなんですけれども、すいませんという感じですが、とにかく今回はまたね、明日も一緒に実はちょっと中村さんと行動したんですけど、その時も大量にご馳走になってしまってですね、視聴者の皆さん的には、なんだこんなにこうご馳走になってばっかりでいいのかと思うかもしれませんが、旅の道中ではそういう親切な方に出会う場合もあるので、その点はご納得いただければと思います。ともかく串カツは美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。いやさっきも僕は結局銀杏食べなかったんですけど、道もなんかこう銀杏だらけで香りがするようになりましたけど、ちょうど1年前ぐらい、1年前ですね、ニューヨークから帰ってきてすぐ中村さんちね直行した時あったじゃないですか、なんかあれも1年経ったんだなって感じですけど、特に言うことはないんで、ちょっとすごいズームアップしてたじゃあまた明日も引き続き京都までよろしくお願いします。はい、じゃあどうもありがとうございました。